はい、皆さんこんばんは。ハリウッドスターを目指す男アレクサです。209名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつもありがとうございます。今日はですね、歯医者の、通院に今から病院に行ってくるんですけど、まあ、そんなことよりですね、ありがたいお話をいただきました。今僕がやってるメインの活動でやってる放課後デイサービスでの、古着のカスタムの、授業があるんですけど、11月の土曜は全部埋まりました。で、土曜日も埋まってて、で12月の、予定を今組んでるっていうことで、12月の予定もどんな感じですかっていうですね、本当ありがたくて、何が言いたいのかというと、12月も、ぜひしていただきたいっていう、オファーをいただいてですね、本当に嬉しく、思います。めちゃくちゃ嬉しいですね。やっぱいろいろこう振り返ってみると、皆さん覚えてますかね。僕が3ヶ月前ぐらい、ホームレスをしてた時に梅雨の時期が被りました。で、僕は橋の下で寝てたんですけど、橋の下で寝てても何かこう自分を表現したい、なんか自分の好きなもので何かこう表現できるものないかなっていうので、自分の大好きでまず、アメリカン古着で、そのカスタムに至ったんですよね。で、そこで思いついたこの発想が、子供たちのために何かなってるっていうのをこう、実感してます。めちゃくちゃこう嬉しいなというか、こんなことありますか皆さん。本当にもう好きなようにやっていいと、テーマは何もないと、もう本当に答えのない、本当にもうアレクサさんの授業にしてくださいみたいなスタイルで、もちろんそういう本当に気持ちよくやらせていただいていく中で、やっぱいろんなご協力があって成り立ってて、本当に嬉しいなと。正直、このギャラなんですけど、結構いいんですよ、ギャラが。僕からしたらもうめちゃくちゃありがたくて、もう本当0円でも本当にやる覚悟で言ってたんで、そしたらもうこんなにいただけるんですかっていう形で、お互いウィンウィンで成り立ってる、この授業になるんですけど、ただやっぱやるからには、そのもちろんそのビジネス的な主観っていうのも僕持っていかないといけないと思ってますし、やっぱりこうビジネスを立ち上げるっていう意味では大事なんですけど、ただそのお金だけのやり取りになってる時って一番僕パッションが生まれないシーンだと思うんですよ。で、これはですね、2018年にまたホームレスしてた時に始めた、キングコング西野明さんの後輩のホームレス小谷さんが、自分の1日を5円で販売していたっていう、90分5円以下はそれパクってるんですけど、でそれをやった時にすごい感じたんですよね。なんか最初は良かったんですけど、90分5円以下をやってるうちに、やっぱ実はその時も借金があったんで、やっぱりこうアルバイトをした方がこういいんじゃないかなっていうのを、結局その90分5円会話っていうのも途中で、なんかこう投げやりになってしまった自分がいます。なんでやっぱ今回もそうなんですけど、全く一緒で、やっぱやるからにはお金以上に何かこう自分にしかできないもの、自分にしか伝えれないもの、自分にしかこう作れない作品っていうのをやっぱり発信していく、で子供たちに何か感じていただけるような、そういったカリキュラムが成り立った上で、やっぱり本当に気持ちのいいギャラをいただいて、やっぱ仕事するのがやっぱ僕は筋だと思っているので、一応12月のこのオファーをいただいてるんですけど、一応その自分なりにもっと子供たちに、なんか伝えられるものが何か浮かべばですね、その、あっちの先生方といろいろ話し合って決めるんですけど、もし浮かべばぜひやらせていただきたいと思います。もちろんただ打足でね、こうお金をもらうためだけ、アルバイト感覚でやるのも、できるっちゃできると思うんですけど、それはなんか気持ちよくないなっていう、そんな僕仕事したくないんで、けど本当に嬉しく、思います。本当にありがとうございます。で、次がですね、11月の7日ですかね、土曜日ですかね、になりますので、今手話、コツコツやってます。で、子供たちにサプライズで、手話でですね、次はコミュニケーション、パッションを乗せてですね、コミュニケーションできたら、すごいですね、こう、もしより楽しくなるんじゃないかなと思いますので、もっと、やります。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男アレクサがお送りしました。それでは皆さん失礼します。帽子取ったらキモいな。失礼します。